どうも、ついちゃんことついののみです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶり、私の中では結構久しぶりなんですけど、今回もコストコに行ってまいりました。今回コストコで意外と買った、思ったよりも金額がいきました。今回の購入金額は7万超えですかね。7万円ぐらいのアイテムを買ってきました。というのもちょっとコストコが値段が上がってるかなっていうのが印象的だったんですね。なので今回はちょっと分かりやすくレシート見ながら金額を込みで紹介していけたらなと思っております。なので興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル、さあ、ということでこの感じで、これは冷蔵系冷凍系なんですけど、このさ、保冷バッグ前にさ紹介したじゃん。でこれはまあ普通のさ、こういう形のバッグなんだけど、これも同じタイプなんですけど、こうやってね使えるんだってってことをいっちゃんに教えてもらったの。なるほどと思って、これがこうやって使えるってこと、すごくない？今更なんですけど、初めての感動を覚えました。そんなコーナーで紹介していきます。まずはこちら、こちらのもう定番ですね、水餃子899円。これもそんなに変わってないかな。こちらも私が大好きなスマイルポテトですね、998円。これもそんなに変わってないか。こちらももうおなじみですね、ハイローラーの BLT です。こちら1680円。これ若干なんか値上げしたかな、ちょっと前が覚えてないんですけど、若干値上がりした気がします。ただすごく美味しかったので今回も買いました。おお、固まってる、凍った。ドライアイスを入れてたら固まっちゃったんですけど、こちらのひき肉、牛ひき肉の赤身 88% っていうやつが3617円。迷ったのよ、合いびきと牛とどっちにしようかなって迷ったんですけど、ハンバーグ作るのは牛が喜んでくれるので、ブロックっていうのもちょっとよぎったんですけど、最近もう疲れてちゃって最近なんか疲れが勝っちゃって、楽できるなら楽しようと思って、もう牛のブロックを買ってミンチにするよりは牛のひき肉を買おうって今回は諦めました。こちらもまあ定番かではないですけど、エビですね、2298円のむきエビ。これに関してもちょっと金額がわからないわかんない、どうだったっけな、マジで本当に参考にならないかもしれん、多分変わってない気がする。これは背わたも取ってあるやつで、殻も剥いてくれてるのでそのまま調理ができるからおすすめ。すごく身が大きいので食べ応えがあります。そして今回このね、どうしてこうやって横で持ってきたかっていうと、じゃじゃじゃん、コストコで初めてこのお寿司ファミリー盛り48貫っていうやつを買ってみたんですよ。っていうのもノアに夜ご飯お寿司食べたいって聞いたら食べたいって言われて、そっちゃんもお寿司好きだし、セイも好きだしと思って買ったんですけど、サーモンがちょっとしかないから喧嘩になるかなって思って、ただサーモンがよくさ、私たちが買ってるサーモンあるじゃん、サーモンがめちゃめちゃ高かったの。今まで3000円台か、高くても4000円台で買えてたんですけど、それがもう6000円7000円台に変わってて、これはさすがにちょっと高いなと思ってサーモンは諦めまして、お寿司のセットにしてみました。他のやつもあったんですけど、なんか値段を考えるとこれが一番安くって、これにしたの。値段は3580円。ちょっと大人なネタも入ってるんですけど、まあまあまあみんなで食べます。次はじゃん、こちらの豚バラの焼肉用って書いてあるんですけど、私はサムギョプサル用に買いました。これは 1898g 入ってて2619円。これはまあ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 、サムギョプサル食べに行ったと思ったら安いなって感じ結構分厚めでお肉は2段入ってます。そして、まあ、豚肉続きなんですけど、
三元豚のバラしゃぶしゃぶってやつですね。こちらは2368円、 1716g になってます。これはね割と安いかなと思います。すごいねめっちゃ入ってるの、めっちゃ入っててこの値段なのですごい美味しかったのでこれは買いだなと思って即決しました。そして次はこちらです。冷凍のヤンニョムチキンですね。これは行く前にちょっとインスタを調べててすごい美味しいっていう情報があったので買ってみました。これはヤンニョムチキン899円です。これはちょっと初めて見たものなのでわかんないんですけど899円。そして次はこちらです。こちらのもう定番のプルコギビーフですね。 1815g 入って3412円。これも若干値上げしたかなって感じ。安い時は2000円台、2900円ぐらいで確か買えたような気がしたので、まあ、若干値上げしたかなとは思うんですけど、疲れた日とかもうこれ炒めてごま油とご飯入れて食べるだけですっごい子供たち喜んで食べてくれるので、私がもうザ手抜きをしたいって時の夜ご飯はプルコギチャーハンですかにしようって決めてて、なので冷凍してしまっておきます。マジでおすすめ。そして次はじゃん、こちらのジャガマンですね。これはノアが結構好きなんですよ。まあコストコで買ったことがあるかって言ったら買ったことないんですけど、どっか地方だかなんかでこういうジャガマンみたいなやつを買ったことがあって、結構昔なんですけどすごい喜んで食べてるのを思い出して買いました。これが899円です。やっぱり新生活始まってご飯の時間が結構バラバラだったりして、ノアが一人でなんか小腹空いた時に食べたりする時間があったりするので、まあ、そういう時に簡単に食べれるかなと思って買ってみました。はい、そうしましたら冷蔵と冷凍系は以上です。そして次いきます。次はこちらのハリボーです。ハリボーのグミ、もうねノアに開けられたんですけどいろんなねハリボーのグミがね入ってるの。見たことないちょっと海外チックなグミから、見たことあるあのクマさんのグミだったりコーラのグミだったりとか、いろんな種類のハリボーのグミが入ってるグミこれが1480円のハリボーのボックスですね、グミ。最近ね我が家グミブームっていうんですか、グミがコアもノアも好きで、これ前にも買ったことあるんだけど、この恐竜のグミがコアがすごい好きで、ちょっとすっごい海外っぽいのよ、こういう中がさザ海外的なグミなんですけど、これをすごいね喜んで食べてくれたので、ハリボーとこっちの恐竜のグミ2つ買いました。結構意外にしたね、1768円。いやでもすごいねいっぱい入ってたのよ、長いこと食べれた印象。こんな感じでワンプレート、こういうもう本当になんかザ海外。そして次コストコに行く前にインスタをねいっちゃんと見てて、いっちゃん情報で今これが品薄らしいよみたいな感じで結構めがけて買いに行った商品です。こちらのイボの糸の冷やし中華の12食セットっていうやつ、これが結構まあいっちゃん曰くバズってる毎年すぐなくなっちゃうあ、そうなの去年もあったってことだよねらしいんですけど、初めて知って初めて買ってみました。正直ないかなって焦ってたんですけど、意外とあるねっつってでも出たばっかりなのかもしれない、まあ、夏が始まるっていうタイミングなので、なのでちょっと気になる方はお早めにチェックしに行ってください。こちらはですね1948円、食べる機会があったら紹介していこうかなと思います。そしてこちらのこれさ、いっちゃんとこれめっちゃ美味しそうじゃないっていう話をしたわけですよ、これを見つけた時に。でも会計並んでるところあたりで私がなんか見覚えあるっちゃある気がするんだよなって思いながら買ったんですよ。家に帰ってきたらありました、あるやんってなったんですけど、買ったのでまた美味しくいただきます。こちらは980円ですね。こんな感じでいろいろなものに使えるソースになってます。そして次こちらです。これもインスタで見たのよ、アイスコーヒー。あ、違う、私が思ってたのと違う
違うの、私がね見たやつはガムシロみたいに小分けになってるアイスコーヒーだったの。これかと思って買ったんだけど、これもしかして嘘でしょ。いやそりゃ重いよね、これ3個入ってるもん。インスタで見たらガムシロみたいに一個一個小分けになってて、それに水を足すと一杯のアイスコーヒーができますっていうものがあったのよ。それが欲しくて行ったら普通のコーヒーじゃん。ちなみにこれ3本で1968円もするんだけど、嘘でしょ。ちょっと飲んでみるか。ショックか。あ、でもいい匂い。じゃあよかった、うん、え、めっちゃ美味しいじゃん。これいいかも、よかったかも。すっごい本格的なカフェで飲むようなカフェラテができる感じ。これ作って飲んでみて。氷入れた方がいいかも。若干高いかなって一瞬思ったけど、それぐらいの味はしてる。ちゃんとした豆の味が、うん、うまいじゃん。よかった。ってことでこれおすすめです。1900円くらいするんですけど、めっちゃ美味しかったです。そして前にいっちゃんにおすすめして買った洗濯用洗剤なんですけど、これがめちゃくちゃ良くて今回も買いました。これね、値上げしてたね。ちょっとこれが前は2000円台で買えてたかなって感じなんですけど、3058円になってました。前すごい安いねっていう話をしてたんだよね、確かね。3000円超えたので高いなって思ったんですけど、それでも良かったので今回も買ってきました。そしてコストコですけど、 IKEA の袋、こちらのディナーロールですね。ディナーロールもさ、もともと490いくらとか400円台だったよね。それが558円、まあ、若干ですけど値上がりしたかなって感じですかね。ただやっぱりね、これで作る揚げパンが子供たちが好きなので買ってきました。次も定番ですね、こちらのプルコギのタレ、こちらが899円です。これ安いよね。この2本入ってて899円だから、これはね本当に安い。私は本当にこれで作るチャプチェがめちゃめちゃ好きで、チャプチェの麺はこの韓国春雨をいつも使ってます。動画見てる方は知ってるよって方いると思うんですけど、これとこれの組み合わせが最高、最高に美味しい。これが568円、安いね。これは、はい、これおすすめ。もちもちしててめっちゃ美味しいです。そしてこちらの韓国のりフレークですね。コアが結構好きっていうのと、あとはとびっこ買ってきて、とびっことこれと混ぜておにぎりにして食べるのが好きなので、これはね切れずにあるものですね。こちらののりフレークが1480円、1480円で確か3パックぐらい入ってたかな。これ美味しい、おすすめです。そしてもうおなじみのこちらのフリルレタス、これ本当に美味しいの。シャキシャキしててめっちゃ美味しいです。こちらが598円、598円で2袋入ってって感じです。これはね本当におすすめ。そして次、これ初めて買ったね、いちごです。ちょっとなんか海外っぽいいちごっちゃいちごなんですけど、すごいいい匂い、めっちゃ美味しそうだなと思って買ってみました。こちらが998円、まあまあまあ値段的には一つ大きいし、一個ずつ買ったと思ったらいいかなと思って買ってみました。そして、あ、やばい、すごい潰れてるすごい潰れてるけど、はい、ベビーリーフのミックスです。これも結構コストコ行ったら必ずと言っていいほど買ってますね。こうなってるけど、はい、こちらが498円です。はい、これも大容量でおすすめです。そしてこれね、前に買ってめちゃめちゃ美味しかったなと思って今回も買いました。これがめちゃくちゃこう甘そうに見えるじゃん。すっごい甘いかって言われると意外とさっと食べれちゃう甘さと美味しさ、本当におすすめ。ちなみに値段がこちらです、1380円、
16個入ってて1380円なので、これも甘いもの好きだよって人とか、ドーナツ好きだよって人とかにはマジでおすすめです。そして次、これも前にねほぼいつも買ってる商品だと思うんですけど、韓国冷麺です。これもすごい美味しいの。4食分入ってて998円です。これもおすすめね。そしてこちらの鴨だしせいろですね。これも本当に多分よく買ってるものなんですけど、マジで美味しい。お蕎麦が好きな人とかには本当におすすめ。このスープっていうかだしがめちゃくちゃ美味しくて、なので私もよく買ってます。こちらが1298円です。値上がりした気がする。これもどうなんだろう。そして次、コストコでは初めてかもしれない、こちらのメラノ CC2パック入ってるやつ。これがね安と思って買ったの。2つ入ってて、これ私とノアが使ってるの。ノアもって感じ。シミそばかすって書いてあるけど、ノアに勧められてめっちゃいいってなって2人で使ってるんですよ。1580円で今日買いました。安くない？1500円で2個って思ったらめっちゃ安と思っていっちゃんと即買いしました。はい、あとはこれもインスタで見てたの。いっちゃんにこれめっちゃいいよって言われて初めて買ってみた。こちらが3980円という、なんともこう値段だけ聞くとんって感じなんですけど、1本あたりで計算すると2000円弱なので、まあまあまあいいかなと思って使ってみようと思って買ってみました。そしてもう定番のよいしょ、お尻拭きですね。基本的にお尻拭きとして使うっていうよりは手拭いたりとかどっか拭いたりとか、これ使っちゃうとやっぱりねすごいやっぱ厚手で使いやすいので、子供が大きくなって成長したとしても私はこれを買い続けようって思うくらいリピしております。これはそんなに2328円、そんなに変わってないかな。でも本当全然値段的にはお値段以上って感じ。そしてマジでこれが買えてよかった、こちらのペーパーです。前回行った時に柄がついてるやつしか売ってなくって、でコメントでこの間行ったらもう売ってましたよっていうコメントとかが結構あって、めっちゃ欲しいと思ってたんです。行く途中にみんなトイレットペーパーをやたらと持ってる人がいて、ペーパーは今回もないのかなっていっちゃんと話してたら売ってたから買ったの。ただやっぱこれは金額がちょっと上がってました。これが3978円、4000円ぐらいですね大体。って思うと最初いくらだったっけね、最初すごい安かったけど高いなって思ったけど、やっぱこれも物がすごくいいからついね買ってしまいました。もうね本当になかったから良かったです、買えて。そして最後かな、最後はもうねこちらの布製品の洗浄ができるクリーナーっていうやつで、絨毯にジュースをこぼした時に吸い取ってくれるっていう掃除機なんですけど、前からバッシーに水産チェーンにはあった方がいいよってめちゃめちゃ言われ続けてたんですけど、なかなかこう買おうっていう気にならなくって、そしたらちょうどコストコで見せてくれたの、やってるやつを綺麗になっていくっていうところを見せてもらって感動して買いました。これがね意外と安かったんだよね、11,980円。この間ね絨毯に牛乳こぼして、その牛乳こぼしたところがめちゃめちゃ臭くて、でも絨毯を洗うにもサイズ的に洗えなくてどうしようと思って、もうファブリーズとかめっちゃかけまくってるんですけど、それでも牛乳臭くってちょっと時間経っちゃったけど、これでやってみようと思っております。あとはジュースもそうだし、ペットのおしっことかもできるらしいよ。絨毯があるお家にはおすすめかなって思います。ほい、こんな感じ全部で7万円超えですね。7万円超えのコストコ購入品になります。値段の感覚はちょっともう分からん。コストコに行くとちょっとね分かんなくなっちゃうんですよ、感覚が。ただ冷静に考えるとっていうとこあるんだよね。でもなんかそれも主婦としては楽しい考えっていうか、これ安いよね高いよねとかって言って買い物してるのが意外に楽しかったりとか、結構今回はお目当ての商品が買えたかなって思ってるので良かったなって思います。あとね1個どうしても欲しかったけど買えなかったのは、原宿にあるクッキーモンスターみたいな、クッキーのチョコチップみたいなクッキー屋さんがあるんですけど、それのなんかコストコ版なのか、そうコストコにそれが売ってるっていう情報があったんですけど、それが売ってなかった。
っていうのと、あとなんだっけ、フロランタンっていうやつが買いたかったの。でもそれもなかったのと、あと豚の角煮、この豚の角煮カーパオこれがね、ノアがさ角煮めっちゃ好きだから買って帰ってあげようって思ったんですけど、これもなかった。その3つは買えなかったんですけど、他のそのイボの糸の冷やし中華とか、コーヒーは間違えちゃったけどロールだったりとか、そう買いたいなって思ってたアイテムが割と買えたかなと思うので、よかったなと思います。はい、ということで、この動画撮影してるのがゴールデンウィーク前なんですね。だから本当はコストコ混んでるかなって思ってたんですけど、意外と店内は見やすいぐらいな人の感じで、疲れることもなく楽しみながらお買い物ができたかなと思います。今回のコストコ購入品、結構初めましてのシリーズがあったかなと思うんですけど、もう夜ご飯はお寿司とサムギョプサル系か何か簡単に食べようかなと思ってます。多分これからね、もっともっといろんなコストコの商品がどん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 変わる時期なのかなって思ってるので、ぜひその辺の新しいアイテム教えてほしいなって思うのと、あとはもうどうしてもクッキーが買いたいの今クッキー売ってましたよみたいな情報がちょっとでもあったら、ぜひ教えてほしいなと思います。はい、ということで今回もバーッと50分回してる、50分間コストコの購入品を見てきましたが、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトをやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。